台風接近を前に、安芸高田市の農家では一足早く稲刈りを始めました。稲刈りが始まったのは安芸高田市八千代町の農家です。この農家では3つの品種を育てていますが、今年は天候にも恵まれ生育が早いということです。台風による強風で稲が倒れる恐れがあるため、刈り取りを1週間前倒ししました。稲っていうのはもうベチャッとなってしまうと品質が落ちてしまうので、早めに刈っておくのがベストだと思います。 QR のうちの一部を今日1日かけて刈り取るということです。